どうもこだまるですきーたろですミチクポジションバトルとグループバトル推しカメラランキングの比較はいじゃあ第五位 尾崎拓海くん、いや拓海くんはね、拓海くん前回のさ、無限大の時も表情いいっていう話だったんだけど。これなんか、やっぱりもっと一皮向けた感じ。そうなんだ、なんかさ、その練習過程を見とるからっていうのも絶対あるかもしれんけど。やっぱその、あの背景を考えたら、やっぱりなんか弾けた感じはどうしてもしてしまうよね。わかる、なんか、苦空を乗り越えた姿が見られたよね。そうそうそう。で、その、なんか、ここまで、こう、本当に明るく楽しくみたいなのを。なんか、常にやってたから、拓海くん。いや、私ね、これ見てて。 本当にたくみくんがこう笑顔だったから私もね笑顔になれて本当にいや本当になんかね元気もらえたんよ彼にそういうのってさ本当にアイドルの本質っていうか分かる分かる分かる、うん、そう人を笑顔にさせるってやっぱアイドルじゃんできるのってそうそううんうんうん、なんか比較するわけじゃないけどなんかさ前もなんかちらっと言ったけどそうなんか川西たくみくんの <laughs> <laughs> の巧み,みを感じた尾崎くんにもなんかそうずっと笑顔でそうあの表情豊かな感じとか動きとかそうなんかねちょっとやっぱこれなんかグループに必要な存在な感じをね、うん、受けた、うん、確かにそうだね尾崎くんはなんかボーカル面でももちろんねそうだしでも表現力表情の管理っていう面でもやっぱりこう水準をね上げてくれるからさう確かになんかコメント欄見たけどなんか上位でヒデに挑戦したの 尾崎だだけだしそういういいいいのもも含めていいって言ってっっ言るる人もいる、うん、確かにこのグループ決めする段階でのランキングだと確かにそこ尾崎くんが上位圏内は。いや本当に尾崎くんがね苦悩,した苦悩してたとかこれを見たら全然分からんもんね。分からん分からん分からん。本当に。うん、いやー楽しさが伝わってくるから本当に。でもすごいねこうやってさこうやってだ気持ちを打ち明けて。 そこからセンターだってセンターとして目立たないとか言われてたんでしょ練習の時、うん、絶対そんなんじゃ本当に本当に良くなったんだねっていうすごいよね <laughs> てかもう単純に可愛い本当にマジで<笑>,笑顔が<笑>そう分かる分かるなんかうんてかね前はもっと作られてた感じがしたわけよ表情管理があーなるほどねで今回は、まあ、その曲の表曲のイメージっていうのもあると思うんだけどなんかより素の部分が見えた感じがしたんよね表情作ってるけどもより巧みらしい感じの匠らしいってなんか呼び捨てになってん <laughs> だけど急に <laughs> そう川西みたいになっちゃう,、うん、う急にたくみくんらしいなんかたくみくんらしいっていう感じがしたいよね。ああわかる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 。かるかるかるそうなんか前は無限大のステージをかっこよく見せようって感じだった。別にそれはそれ私好きだったんだけど、うん、本当に本来のたくみくんのステージって感じだった。ああなるほどね。いいそうありのままのなんよ。たくみ見せるのよ。<laughs> そう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 なんだ。 <laughs> これはねなんかたくみくんは今度はさこの今度はこのひと皮むけた,たくみくんでまた違う感じのかっこいい曲っていうのも見たらどんな感じになるんだろうっていうのもより期待大というか、うん、みんな成長してるね,、うん、ね確かにだってすごくないだって巧海く,くんなんてなんならさいろいろ過去にもアーティストとかアイドル活動みたいなのしてて経験した方なのにさらにこの番組で成長してるってだから、まあ、例えばそ,そのくんみたいな子も初心者の子も成長してるし、うん、たくみくん経験者も成長してる 成長してるっていう。うんうんうん。うん。すごいわ。確かにプルってすごいよね本当に。すごいね。じゃあ第四位。 西島君いや君ね、ま、ずごめん蓮太くんまず私さステージダンス好きっていうのはまあそうなんだけどその前にさ蓮太くんの私声好きでさそう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 そだそう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 蓮太くんのなんか声めっちゃいいなと思ってこの曲にわかるわかる別撮りなんだと別撮りなんだけどなんかこの このの曲曲結構綺麗な感じの曲じゃんでもそのレンタ君のなんかちょっと特徴のある声がちょっと強めの感じの声がいい感じでさ「うん、でいたんだ!」のさあのポーズも含めなんかすごい好きなんそこのパート私ああ。なんかレンタ君さまあちょっと結構いろいろ最近いろいろみんなにみんなっていうか結構ファンからいじられてる国プからいじられてるけどそのちょっと日本語がさあったことじゃん。<laughs> うん、なんかその片言の日本語がセブチっぽくてすごい良かったあ<ー> <laughs> そうなんだこれもさセブチの日本語曲だからセブチも日本語で歌ってるんだけどそうそのタ太君日本人なのにね <laughs> そ,その片言の感じがセブチが歌ってる日本語っぽくてすごい合ってるでも <laughs> フェンファン君の方が日本語上手なんじゃないかと思って <laughs> <laughs> そうかもしれないでもなんか <laughs>。 そう確かにそう,そ,うそれが合ってたんですよ知ってたんだのとこも含め,<ー>含めすごいなんか背ぶちっぽくてすごいあ、うん、あっ合ってるよね雰囲気にしかもなんかさ途中でやむにが外れててさなんかそういう切り抜け方みたいなもうすごいよね、うん、なんかナチュラルになんかカバーしてやってたから、うんうんううん、チッキー・ムで知った俺もいや何かこのだってさだってさデビュー前でさこんなハプギングあってなんか乗り切っちゃう感じ、うん、<laughs> それもなんかすごいよねそうあとなんか 衣装のそのそパンツのサイズもなんかあってなさそうなのか。<laughs> <laughs> <laughs> なんかなんかちょっと必死にずり落ちるのなんかいやそういうのないんだよでもなんかちょっと見た感じでなんかパンツのサイズ合ってなさそうだなと思ったけど全然そういうこと感じさせないパフォーマンスであ集中してたのかなからうんちゃんとねそういうトラブルとかにもね屈することなくあとなんかちょっと今回チッキミじゃないけどその練習の時の話だけど、うん、小池くんがさセンターだけどちょっと悩んでる時に、うんうん、なんかレンタくんがさインタビューでなんか性格的にもおっとりタイプっていうか静かめじゃないですか とかっっっってててて言お前もな思めっちゃおっとりしてるよって思うよね。<laughs> いや、レンタ君の方がどっちかと,いうとおっとりしてるよみたいな <laughs> 話し方がもうまずおっとりの人だもんね。そう <laughs> <laughs> いやでもそれにすごいさ我々もハマってるからやっぱもうそういうクプが今もうめっちゃ増えてるよねうん,うんまあ確かにてかねてかまずねギャップがすごいよねレンくんはだってさそうんあんなふわふわ,ふわふわのふわふわじゃん <laughs> <laughs> ふわふわオブふわふわだよね、うん、これでステージになったら目つき変わってなんかもうバキバキに踊るからって知ったんだだからさ <laughs> 好きすぎて好きすぎて <laughs> <laughs> 言いたいだけ。うん <laughs> いや、なんかあのかっこいいラップだからさそういう魅力よね。なんか人としてまた魅力がある感じ。ステージだけじゃないし。うん、でもステージもすごいかっこいいしみたいな。そうなんかどんどんね。魅力まだまだありそうな気するよね。うん、この真っぽさを感じてきたわ。最近レンタカーわかる。わかる。うん、第3位高塚ひどむ。<laughs> どんどん違う感じになってきた。<laughs> 名前のコール最初の名前のコールからそれになっちゃう。<laughs> がねてか、うん、3位すごっねっいやヒロムはねまずヒロムはさやっぱね私ヒロムの声結構好きなんよねあわかるわかるわかるなんかまっすぐな感じというかなんかヒロムくんはねそうだねあのなんか「あげ」「は」を知っとるからかもしれんけどやっぱりなんかこういろんな曲にいろんな曲を歌わせてもなんか全部大丈夫そうっていうかなんて言うだろうなんか k p o p っぽい曲にすごいハマる感じの声だからなんかね聞いててねああそう気持ちいいっていう <か>そうなんか通る声だよねうんすごいいい声であの「プリテンダー」私知ら,知らんかったんだけど <laughs> まだ言う「<laughs> あのこの曲あれなんだよね?」 なんかずっとサビがすごい高いんだよね高いよねサビね、うん、めちゃくちゃ高い曲、うん、そうなんだまあでもアゲハであれだけ注目浴びたじゃんヒロムはうん,うんだからさ多分次の一手をどうするかって多分本人も悩んだと思うしどの曲が自分に合ってる、うん、どれで攻めればいいんだろうみたいな前回が成功しただけにめちゃくちゃうん、うん、だけどなんか今回ちゃんとそういうプレッシャーとか多分すごい半端なかったと思うんだけどなんかもう全然やっぱ度胸がすごいなと思ってなんか全然うんよく頑張ったって思って <laughs> そうだね確かにだって でもなんかやっぱステージではそう思わせない力があるからヒーロー・ムってうん、うん、なんかそういうところがね私はもう男気を感じてねヒーロー・ムー応援してるのよ本当にわ <laughs> かるわかるあとなんかあの前回あれだけヒロムがさ、まあまあ、前回のチームってヒロムのおかげで勝ったとこあるじゃん、うん、やっぱどうしても ヒロムのボーカルが良かったから、うん、そうだけどだからさそういう時ってさ次のさバトルになると、うん、割とヒロムメインで行きがちになるんよねだけど俺もなんか多分ヒロムメインになるんかなと思ったんよ今回の,あのポジションバトルって。だけどちゃんとみんなにみちゃゃんんんととみなに見せばあったし 分量とかもそこまで広ロに偏ってなくてちゃんとチームで戦おうとしてるのがあったからそれも良かっったなと思て確かにみんな良かったもんねだって。 そそうそう割とみんなになって結構あの篠原くんとかもすごいずっとハモリとかでさ、うん、結構いいパートもあったしいっぱい、うん、そうだよね最後篠原くんだったしね,そうね最後篠原くんだったしあとさコメントでさなんかスカイハイさんがパフォーマンス褒めてくださったみたいなまとめがあったんだけどへ<ー>そうちょっとこれ本当かどうか分からんけどねまあ本当なんだと思うんだけど、うん、なんかやっぱりよく感情を込めてって言うけど感情を込めるには感情を込めて伝える技術が必要だったりするし高塚くんは技術を上手に使えてるっていう感じがするって。 確かにと思ってさんがそそれ言ってたのそうらしい確かにな感情込めても伝えられなかったら意味ないもんねそうで<ー>やっぱ技術を持ってるからそれをねちゃんと使えてるん、ね、表現のためにっていうすごいねさすがプロは違うなっていう見方がああプロの感想っぽいねすごいねうんいやだからやっぱ、ね、ヒーロー・ムーンはやっぱ技術がちゃんとアカペラとかでいろいろやってきたんだろうねこう聞いてこうしようって思ってやってるんだろうね、うん、いやー すごいわてかヒロムはなんかそういうなんだろうなんか努力絶対するタイプじゃんわかるわかるストイックだよねいや顔から表情でわかるもんうん、うん、いやなんかねてかもう最近さちょっといろいろねなんかある,あるっぽいけどでもなんかほんとそれに負けず頑張ってほしいっていう気持ちです私本当にわかるわかるわかる<ー>うんほんとそうえ<ん>かてかそのそれをはねのける魅力がある子だと思うよヒロムはそうなんよねいやこのボーカルは割と必要だよねグループに。うん いやめちゃくちゃ強いから、うん、これ私正直一,で一番好きなのは、うん、ヒロムの声かもしれんあー声で言ったらねうん,、うんうんうん、分かる分かるこれはねでも全然ね好みだからあれだけど、うん、そう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 ,そう、うん、はいじゃあ次第2位まさにーがまさにーがまず2位ですようん,なんかまさにーが2位ってもうさすごいんだけどまさにーって2位でも戸惑っちゃうね <laughs> <laughs> いや本当にでもまさにさやっぱりまずこの曲まさにが振り付けしてやったんだよね、うん、まさに天才じゃない天才いや本当にう、ま、なんかうまいっていうか,なんかすごいよねなんかプロ,プロの振り付けにしか見えないんだけど私いや、まあ、素人だからさどうしてもそう見えるかもしれんけど、うん、いや構成とかも含め全部そうだね、うん、振りの緩急とかねうんそうなんかそのさ曲の「マルチ花びら」の曲をすごいちゃんと表現してる振り付けじゃない いやすごいなと思って、まあ。もちろん元の振り付けがなんかいろいろあるんだとは思うんだけど、いやなんかそれをさ、しかも結構みんなに見せ場与えてたじゃん。うん、でか、でも私、なんだろう、うそれでもね、まさに自身ももちろんね、あの曲に入り込んでて、なんだろう、うなんかセクシーでもあり、なんだろう、はさもありみたいな。まさにのセクシー儚さはすごくいいよね。 結果いいいやそう,そうそうそうわかるなんかしかもセンターじゃなくても輝く人、うん、本当になんに何か自ら今回はさセンターやらないって決めてたじゃん、うんうん、もうどこに行っても目が行くしねやっぱ花があるね、うん、私は花だよあ確かにマサギのさ関係ないけマサギのここのさ顎のこのラインとかすごくいいよね <laughs> 今顎を僕に見せてますいやなんか なんだ綺麗なんよね。ありがとう。うんうん、まさぎ。よう、なんか、妖艶っていうか、今回は。うん わかるなんか本当に桜のよう桜担当ですと言ってたけどなん当美しくねんか儚く散りゆく感じがね見えたこれさ当僕あ僕セブチのこの曲めちゃ好きなんよもともと好きであの曲もセブチもさすっごい13人ですごい構成でやるんよこの曲めちゃくちゃかっこいいしめちゃくちゃ美しいいよ本家があるからこそ結構難しかったと思うよねどう違いをつけなきゃいけないかどう違いをつけるかみたいな。 なとこも含めやだけど全これねまさに振り付けのこの曲もめちゃくちゃいいねうん本当にうん、うん、いやなんかそうなんか振り付けの才能まであるってどういうことな聞いてないよね聞いてない聞いてないね。<laughs> <laughs> <laughs> なんか全部持っとるというかまさにはそうなんよねとはしかもしかもさしかもさこのさチっけむじゃないけど小池くんのなんかなんかメンタルもなんかうまいことさケアしてたっていうかえどういうどういうこと <laughs> うんちょっと分かんない <laughs> ち,ょち,ょちょっと分かんないです僕、うん、まあもちろんこれデビュー決定だからさ <laughs> <laughs> いやなんかいてくれないとマジで困るわいないああま,さまさにいないとか考えられんよねマジでうんもう考えてないもんだって <laughs> <laughs> いるよね <laughs> るいるよねうもういるものとして考えてるからいいんだけどそう <laughs> 圧倒的圧倒的なんですよ本当ににんか存在が圧倒的だわ本当にそうなんよねこういう表情管理もよかったしそうなんかコメント欄とか見ててもなんかワンピックじゃないけど1位でいてほしいて。 みたいな人が多いなって思った。あまあそれわかるはわかるわかる。本当に。じゃあ1位藤巻京介くん来たー、うん。藤巻くんすごいね。いやすごい。いやまずさまず何がすごいって、うん、佐野雄大くんも松田真紀もだけどやっぱり最初の週に前の週にやった人たちってあんまり押しカメラってそんな上がりにくいんだけどいやそれでも1位ってすごいよね本当に。そうなんよ。うん、ね確かにねだってま割と2週目の人と。 たちの方が、ね、チけんも先に出ちゃうから見たいって気持ちが強いからね、うん、再生回数上がりがちだけどいやいや一周目に披露したにもかかわらず1位点本当にてかね私でもひあのこういうんかもう同じようなこと言ってなんかどっちもいい顔してる気持ち悪い感じになるかもしれんけど、うん、ヒーローむヒーローむの声は好きなんよでも、うん、藤巻くんの声も好きっていうねあーそうだよ分かる分かる分かるまあこ、まあ、良さもあるもんねんそうそう,ああ違う良さが違うそう本当良さが違うからなんか藤巻くんはね,確かにね J-POP の良さって感じ、やっと分かってきたねそうなんよ。うん。そう。すごいね、J、の声 J-POP っぽい感じの曲にすごい合うよね。うんうんうん。なんだろうね、何が違うんだろうね。 なんかあるんだよね。そう、なんかね、まっすぐっていうかね。うん、なんだろう、聞かせる声。んう,ん、うん、なんか丁寧に歌う。まあ、でも,広めも、<ー>でも、広めも丁寧なんだけどな、なんつうの、うん、でも、まあ、でも、なんだろう、丁寧っぽさ。なのかな。なんだろうね、深、なんか深みがある感じ。うん。なんかヒーロームーは突き抜ける感じがするんよ、私的には。ああ、なるほどね。ちょっと光っぽい感じ。うん、うん。でも、なんか、そう、なんか海っぽい、大地みたいな。<laughs> わかる、根を張った感じねあ、あ<ー>そう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 わかるわかる広ロはさ、風邪じゃないああなるほどなるほど <laughs> <んか S 1> どういうこと自然に例えようとしとる <laughs> 藤巻くんは大地で、<laughs> 広ロは風邪、うんうん ね、なんかな、うんか私的には光線な感じなんだけどな確かに広む光っぽいなそうそうそう何これなんかそのさまずやっぱ第一声聞いただけで明らかにこう大地に根を張る <laughs> 藤巻ボイスがさ響き当たるじゃんなんかその感じだけでもあやっぱいいわってなるし、うん、やっぱもっと聞いてたいって思えるような安心感を与える声なんよあわかるわかるそうなんかあと感想なんかチッキムで分かったんだけど感想の時にさちょっとなんか ちょっとだけ泣きそうな顔になるようるっとそう,そうだねか確かに確かにそうそうなんかねちょっと思い溢れたんかなと思って そうだよね,ーねそこにちょっとねグッときちゃったうん、うん、入り込んんでるってことだからね、うん、そう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 さ藤巻くんのこのコメント見てるとさ結構みんなコクプめちゃくちゃ1位ポジションバトルのさ歌で1位じゃなかったこと悔しいっていう人多いじゃんうん、うん、思った思ったでもなんか藤巻くんをまずさなんかそういうさなんだろう1位じゃないとおかしいって思わせてくれる人っていうか何て言うんだろうなんかすごいさ<ー>応援したくなる感じの魅力あるじゃん藤巻くんってそういうさなんつうのそいつ 強いファンっていうのをこんなにたくさんつけてるってすごくないそうここまでこうなんか熱がある感じやっぱ藤巻君んとは結構熱強めだよねかなり強めなんかちょっとすごそうファンダムうんすごそうでもこれで本当にねこの歌声めっちゃなんかなんだろう深みもあるし高音も出て綺麗だし顔も綺麗だし目がクリクリだからやっぱそう魅力がさ沼っぽいっていうか確かになんかもうぬ沼はなんか抜け出せなそうだよね藤巻君の、うん で、今回は絶対これで1位ってことは、もうみんな見てるからさ、見てる母数が多いからさ、やっぱこれでどんどん藤巻ファンがもう増えていくわけよ。こう、ゾロゾロとね、<laughs> たくさん。<laughs> <laughs> ゾロゾロと。<laughs> <laughs> すごいね。てかステージでね結構見つかってたけどまた見つかったって感じだよね藤巻くんは。うん、いやでも今回はさ歌でこうしんみりと見してくれたから次ダンス絶対何かしらダンスしながらの曲じゃんでそうなった時のまた爆発力みたいなものもより見てみたくなるよねああ確かにねうんまあでもさってか全て行き着く先はコンセプト楽しみっていう <laughs> 全部 <laughs> 皆さん楽しみ <laughs> そうそうそう。確かに確かかにに や本当に、ね、うんやっぱねポジションバトルでこうやって自分たちのパートの良さを見せた後はやっぱり全体的にどうなるんだろうってこうね楽しみになってくるねえー、とじゃあ今までじゃこれでポジションバトルの星カメラランキング見てきたけどグループバトルとの比較になるとこんな感じと、まあ、順位にね結構変動はあれど まず、えー、とグループバトルにいたけどポジションバトルでいなかったのが田地と西くん今回ポジションバトルで入ってきたのが小池くんと福田くん、まあ、なんかまず田地と西くんが今までの普通ので入らんっていうのはなんかしょ今までだったら正直なんかびっくりっていうかなんかね、うん、びっくりだよね、まあ。なんかまあ普通に考えてちょっとありえないよね。<laughs> そうでもまあなんかね <laughs>、うん、やっぱラップ曲ってやっぱちょっとそうなるんだろうなっていうのは絶対あるよねこれは。あるあるあるこれはちょっと仕方ないよねうん。うん まあ、ラップにねあの日本人そんな馴染み多い方そんなにいないからね好きな人じゃないとねうん、うん、聞かないじゃんそう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 そ p そ、ね、うそ<ー>うそうそ、ん、うそ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  p そう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 そまそうそまそう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 かうそ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 うしうそ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 一周目そう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 チームうそうそうそ、んね、うそうそねそうんまあうそうそうそううそ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 う 単純にうちら私好きだからさ二人とも、うん、<laughs> あの、そういう理由で会ってくれって思っちゃうよね、まあ、そう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  <laughs> 本当<に>そう二人入らんのありえんと思うもんねそうそうそう <laughs> まあここはだからねまあそう仕方ないということで <laughs> <laughs> で入ってきだから小池くんはねもちろんすごいけど福田くんもすごいよね。ね、うんやっぱなんかでもダンスすごいってさみんな知ってるからさやっぱ見たくなるよね。うん、そうだね、うん、あとはやっぱりその結構もう日畜も回数重ねてってさ過去の経歴とかも福田くんもさダンサーやってたとかそういうこともさ結構みんなに認知されだしてるんかもしれんね。でもうこの人のダンスを見てみたいって思うかもしれん。あ確かに話題になるもんねアメリカでなんかうん、うん ナンバーワンって聞いたらもうさ誰だってなるもんね。<laughs> <laughs> そうそうそう。あ福田くんかってなるもんね。<laughs> 誰？<laughs> <laughs> <laughs> すごい勢いあったけど。<laughs> <laughs> で,あとはね、でもてか歌のさ順位も高いよね藤巻君と高塚君とかやっぱボーカルここが強いんだねいやそうだわねあでもさでもこう考えると2人ずつしか変動なかったってことはさあ確かにだからまあ順位の変動はあれどだから8人もう強いよねうん確かに確かに本当だねいやここはだからかなり残る可能性高いってことだもんねなんかま,ますますね固定感が出てきたねこれ固定してきたんだなって感じがする、ね、そう,そう,そういや 前,なんか前回もさレミフラとさグループバトルの比較動画やったけど、うん、そりゃ固定5人だったんよどっちにも入っておてた人は5人で今回どっちにも入ってる人は8人だからいやいやめっちゃもう固まってるじゃないですかそうしかもステージの評価だからさどっちも、うん、うわー結構固まってきてるんじゃないうん確かになんか今回そんな変動なさそうだもんね、うん。えー、これじゃあこれでデビューってことなの <laughs> でも割と大幅決まっていきとるかもしれんねね。ね。 なんかさ、あの次の順位発表の時はベネフィットいろいろあるからまあ多分全然ちょっと違う感じになるとは思うけどでもまあデビューってなったらこれに近いかもしれんってことでしょい、えー、すごっ、ねいやー またね、こうやって決まっていくんですね。あとはもうこれ、あと、ってか、あとこれできんのさ、コンセプト評価だけで、これ比較できんの。ああ、そうだね。デビュー評価できんからさ。ああ、もうデビュー評価で速攻決まっちゃうもんね。そう、うん、デビュー評価、チッケもないしね。ああ、チッケもなかったね。えー、絶対欲しいね。欲しいだってヤング、ヤングのチッケも未だに欲しいもんね。<laughs> <laughs> 確かに。あれね最高だったから当に。うに、ん、デビュー評価の時ってなんであんな爆発するんかねすごいよね今度は、まあ、次のコンセプトのチッケム回数とどういう感じになっていくのかもしかしたら大きな変動がね新しい逸材が見つかるかもしれんしやっぱりなんかステージがステージで爪痕残すとさやっぱりランキングが入ってくるから誰かもしかしたら食い込むかもしれないし、うん、ああなるほどね、うん。うん、楽しみだね <music>